左近が用いたという、丸に三つ。柏文島政教は、戦国時代から安土桃山時代の武将。筒石、石田三成の家臣。通称は、左近で、一般には、島左近の名で広く知られる。実名は、勝武氏などの俗称が広まってはいるが、正しくは政教である。なお、本項目では特に断りがない限り、左近と記す。 また、苗字に関して、本人の辞書や、タモミン日記などの同時代資料では、島でなく、島の字が用いられている。三つりに、三個の礼を持って迎えられ破格の功録をはむ、側近として使え、自分の将に過ぎたるものが二つあり島の左近と沢さんの、城と謳われるほどの逸材だった。娘の玉は、野牛としの形質となっており、剣豪として名高い野牛岩は、 サコンの外孫にあたる。サコンの出身地について、津島国とする説、大見国とする説などがあるが、大和国出身との説が妥当とみられる。島市は、今の奈良県伊古間郡ヘグリ町周辺の第一領主で、椿井義、西宮城を本拠にしていたという。ヘグリ町の暗用寺には、天文18年9月15日島サコン島内儀と記された遺廃があり、 左近の母のものであると考えられる。和州諸将軍伝などの軍機類では、島氏の本性は、藤原性とされる。永禄1 0年6月21日には、ヘグリ島城に、昭屋が入り、ママ母やママ母の子ら合わせて9人を殺害し、父、武前神は脱出することができたという事件が起きたが、この、昭屋が左近である、可能性がある。 天正5年4月22日、佐近は、春日大社に、灯籠一揆を寄進している。そこには、春日社、笹口寄島佐近進む教と刻まれており、これが、佐近の確実な所見となる。また天正7年には細井戸、南郷白と春日大社の若宮祭りの元主人を、務めている。天文十九年に、筒井淳将が死去した際、すでに、 筒井家の重心となっていた佐近は、わずか2歳で後を継いだ淳慶を盛り立てたとされ、また松倉重信と共に、右近左近と称されたと言われる。しかし、佐近が筒井家に仕えていたことが確認できるのは、天正11年5月に伊賀で筒井家の人書が用地された際の記事が初めである。この時負傷した筒井家中の者の中に、佐近の名がある。 天正十一年十二月には、橋場秀吉の命で、筒井氏の内主11人の大名生が行われたが、その中に、左近は含まれておらず、この頃の左近は、重心の地位になかったものとみられる。天正十二年に、淳慶が死去すると、老いの貞地が後を継いだが、やがて左近は、筒井家を辞することとなった。 主食に溺れ、政治を顧みないサダジを見限ったためと言われているが、実際は、島領の農民と、中坊修介領の農民との推理をめぐる争いで、サダジが、中坊修介に、有利な裁定をしたことが原因と考えられる。また、すでに、石田三成に仕えていた、慶長三年六月に左近が家臣である下河原、平台部を、筒家の伏見屋敷に使わして、 サダジに馬を送っており、その後も筒家との関係は途絶えたわけではないことが伺える。筒家を辞したのは、天正十六年2月で、奈良幸福寺の達中持ち高院に帰職したという。その後、ガモウジサに仕えた。また、多門院に、期天正十八年五月の記事に、左近の妻が、伊勢亀山にいた記述があることからウジサの寄り木である。 関和正を頼った可能性も指摘されている。山が祖皇の部下時期には、筒家を去った後に、豊臣秀長に仕え、秀長の没後は豊臣秀康に仕えたという。石田三成から佐近に士官の要請があった時、それまでも多くの要請を断ってきた佐近はやはり、断るが、三成の説得により士官を受け入れ、二万国の俸禄で召し抱えられた。 これは、当時の三成の六高四万国のうちの半分を与えられるという破格の大遇であり、君神録を分かつの逸話として伝えられている。もっとも、島左近が石田三成に仕えたのは、三成が沢山十九万国の上主になってからという説もあるが、それでも破格の大遇であったことには違いがない。屋敷は、助川山城下湖水寄りに与えられた。 石田三成は、故障の頃に、事業五百国すべてを投げ打って、柴田勝家や主君、豊臣秀吉が一万二千国で召し抱えようとした、豪傑、渡辺官兵衛を召し抱えており、その話をもとにして左近召し抱えの逸話が、作られたとの説もある。天正十八年五月二十五日、三成が、佐竹義信の家臣、東義久に宛てた文書があり、 吉信が秀吉に越見する際の心構えを述べたものだが、その使者として佐近が登場する。三成は、天正19年4月に、助川山城主に就任しており、翌年の多門民日記には、天正20年4月に、佐近の妻が、今江州、佐保の城にありと書かれている。佐近が、石田三成に仕えていた時代の動向はこれまで、不明なことが多かったが、 佐近が記した書状が2通見つかった。いずれも、天正18年7月、小田原聖伐の後に書かれたもので、日立国の戦国大名を、佐竹義信の重臣、尾抜き雷宮と、東義久にあてており、佐近は、三成の下佐竹氏との交渉で重要な役割を果たしていたことが、わかる。したがって、佐根は少なくとも、小田原征伐の頃には三成に仕えており、 すでに重心クラスの立場にあったと考えられる。また、お抜き当ての書状の内容から、日立国の大城清清三木の貴族についての交渉が、担当者が三成及び佐根であったことが判明する。その後、佐根は三成に従って、朝鮮出兵に従軍したと伝わる。平成20年、島佐根の名前が掲載された、石田三成藩物が発見された。三成が、 年貢収納にあたっての年貢率については、島佐根、山田上の四を片手脇に命じたので、その指示に従って年貢収納を行う、よう今井聖門上に伝えた文書であり、慶長元年から慶長三年の間に出されたものと考えられる。島佐根陣也と慶長五年の関ヶ原の戦いの前日には、合図の上杉影勝。 また北からの一万一の伊達政宗の裏切りに備えて、江戸からなかなか動けないはずの徳川家康の、美濃国赤坂到着の方に動揺する西軍の、兵たちを鼓舞するために、兵五百を率いて、東軍の中村和江、有馬と陽次両隊に戦いを挑み、赤嶋正則隊と共に勝利した。しかし、その夜に、島津義弘、小西行ながらと共に提案した野は、 三つ成に受け入れられずに終わった。関ヶ原の戦い本戦においては、最初は、西軍有利に進み、左近も自ら陣頭に立った。その最後については、とする説がある。関ヶ原合戦での戦いぶりは、徳川方をして、誠に身の毛も立ちて、汗の出るなりと恐れさせたことが、常山治団に記されている。江戸初期、筑前福岡城において、 関ヶ原に出陣し佐近を襲撃した、老いた武将たちがその服装について、若侍相手に語り合ったが、差し物、陣羽織、愚足に至るまでそれぞれ記憶が違い、理由をその恐ろしさに記憶が曖昧であったとしている。去年は61歳。佐近の墓地は、奈良市川上町の三笠霊園内、京都市上京区の立本寺達中京法院墓地に存在する。 この他にも、左近の墓は、津島、陸前高田などにもあるとされる。重廷に、島関左門なる武将がおり、やはり、石田三成に仕え、関ヶ原の戦いに先立つ伏見城の戦いで、戦死した。塚原渋垣園による、小説、島関左門がある。墓所とされる墓。 クノロ山東テルノ宮博物館にサコンが使用したと伝わるカブトが収蔵されている。ありがとうございます。